失礼いたします進研ゼミ高校講座で大学受験講座を担当しております高山と申します本日は私より第一部として大学入試の概要と学習戦略というテーマでお話をさせていただきますはい、えー、まず今日なんですけれども前半では大学入試がどういうものなのかという話をさせていただきますそして後半ではこれからの勉強法についてご説明をいたします この後第2部、第3部で先輩チューターから具体的な話を聞くことになると思いますがその前提として基本的な入試の知識や王道の学習スケジュールこちらについて第1部で押さえておいていただければと思います。特に1年生については前半の入試の基礎知識の部分そして2年生は後半にお話しする勉強法の部分をしっかりと聞いていただきたいと思います、はい、こちらののスライドでは大学入試の流れを説明しています。 大学入試は10月上旬のセンター試験の出願から3月中旬の後期日程,後期日程まで約半年にわたって行われます本日ですがその中でもセンター試験センター試験に焦点を当ててお話をしたいと思っていますではこの中でセンター試験の問題を解いたことがあるという人はどのくらいいますでしょうかよろしければ挙手をお願いします ちらほらあのはい手が上がっていますがそれほど多くの人はまだセンター試験の問題は解いたことがないというあの状況かと思います。まあセンター試験はマークシートで国公立大の人は受けるんだよねといった知識はまあおよそ持っていらっしゃるかと思いますがまだまだあのそれほど詳しくないという方もいらっしゃると思いますのでえセンター試験とはというテーマで話を進めさせてください。はいまずセンター試験とは センター試験とは受験験生のほとんどが利用すする入試試ですセンター試験は国公立大の一次試験ですが私立大でも約9割の大学がセンター試験を利用した入試を実施しています逆にセンター試験を利用しない大学の方が珍しく主な利用しない難関私立大としては学習院大上智大慶應義塾大 国際キリスト教大こういった大学はセンター試験を利用しないのですがそれ以外約9割の大学多くの大学はセンター試験を導入していることもありまして私立大志望であってもセンター試験は受験すると受験する人がほとんどといった状況です。 センター試験の問題は基礎的な両門が多くまた私立大の一般入試でもほとんどがマーク式で試験が行われますので私立大志望であってもセンター試験の対策は有効です国公立志望の人はもちろん私立大であってもセンター試験は利用するつもりでいていただければと思います次にセンター試験の科目数ですセンター試験はこちらの棒グラフにありますように国公立大ですと ほとんどの大学が5教科ないし6教科を課します。公立大でも一番多いのが5教科です。科目数で申し上げますと7科目、8科目ということになります。したがって国公立大を目指すのであればセンター試験は5教科総合力で勝負する必要が出てきます。ではそのセンター試験でどのくらいの得点を取る必要があるのかということです。平均点についててままずは確認をしていきましきょう 左の折れ線グラフを見てくださいこれはセンター試験のご教科受験者の予想平均点推移のグラフですこちら最新の15年度センターの結果を見ますと文系は900点満点で540点理系は900点満点で570点でしただいたい6割程度がセンターの平均であるということがわかりますまた科目別の平均点を掲載しています ここちららを見てもだいいい平均点は6割くななということとうがお分かかりになるかと思います。しかしですね、昨年のセンター試験では、数 2B が非常に問題が難しく、平均点が39.31点ということで、まあ、こういった科目によって、時々こう6割から下がる場合もありますが、おおむね6割程度がセンターの平均ということで、押さえておいていただければと思います。 では次にセンター試験の時間割を見ていきましょう。こちらはこの次来,月です、ね、来月1月に行われる2016年度センター試験の時間割です。この中で特に見ていただきたいのがセンター試験の開始時間と終了時間です。1日目に文系科目2日目に理系科目が行われるわけですが1日目の開始は9時半。 そして最後、外国語のリスニング語が終わるのが十八時十分ということで。二日間に行われて、朝から晩まで行われるといったところがセンター試験です。その中でもセンター試験というのは、ほとんどの受験生にとって。最初の本番の試験がセンター試験になることが多いです。従いまして、非常に緊張もします。緊張する中で、二日間にわたって集中力を保たねばならない。といったところが、センター試験の特徴でもあります。 では次にここからはセンター試験の具体的な出題形式についてご説明します。どういうことなのかというと特に英語を例に今日はお話をしますと今年の2015年度のセンター試験の英語筆記の試験は試験時間が80分回答数が55個。 そしてページ数はなんと26ページもありました単純計算をすると1回答当たり約1分27秒で答えなければなりませんただし英語長文を読むのに時間がかかりますのでそれに20分から30分はかかりますのでそれよりもっと速いスピードで解かなければなりません センター試験は基本的な問題が多いけれども、高得点を取るのが難しいというものの一つが、この回答スピードというものにもあります。高3の秋の時点では、ほとんどの人が時間をかければ解けるのになという状況です。ですので、このスピードをよく回答していくためにも、もちろんですねセンター試験の形式に慣れるということも大事ですが、合わせて、 徹底して基礎力を磨くということも重要になってきますはい、では次にまた少し話が変わりまして新課程のセンター試験について説明をしたいと思います前回の2015年度センターから理系科目で新課程がスタートし現3年生が来月受験をするセンター試験で選挙科が新課程にセンター試験も移行します こののの新家庭センンターの中でで一番変更点がが大大ききいのが理科ですポイトく1つ目は、新家庭になって教科自体が基礎科目と専門科目になったことでセンター試験でも表の A、B、C、D とあるようにセンター試験出願時に4つのパターンの中からどれを選んで出願するのかを決めなければなりません。 多くの場合、今もう履修しているかと思いますが、文系の人はです、ね、基礎科目を2つ、理系の人は基礎とつかない専門科目を2つ選ぶのが一般的です。まあ、ただし、この後も少し説明をしますが、そうではない例外の入試科目を課す大学もありますので、特にです、ね、看護系や教員要請系がその傾向が強いわけですが、どの科目を指定しているのかといったところも確認するといった作業が、新課程の理科では必要になってきます。 そして2つ目のポイントが下の方に書いていますが理科の学習量がセンター試験での学習量が増加をしているという点です。文系理系ともにセンター試験の理科の学習量増加をしています。つまり高三に入って理科の対策に時間をかける必要が出てきているわけです。特にその中でも まあセンター試験に関わらず、理系の人は理科の対策の時間というのが、今まで以上に必要になってきている状況です。はい、大学区別のセンター試験の目標得点率を掲載しています。志望台別にセンター試験でどのくらい得点が必要なのかということです。まあ、ざっくり申し上げますと、センター試験の目標得点率は、東大・京大・医学部・医学科を目指すのであれば9割、 南韓国公立大を目指すのであれば8割その他国公立大合格を目指すなら7割程度の得点が必要だと言われています私立大のセンター試験利用入試でもマーチクラスの大学でセンター試験利用入試で合格を勝ち取るならば8割以上の得点が必要になってきます先ほどセンター試験の平均点は6割程度ですというお話をしましたが平均点を取っていては 目指す難難関大等の合格は非常に難しくくなってくるわけですしかしおそらく皆さんが、えー、来月ですねまだセンター試験解いたことがないという人も多かったんですがぜひですね来月のセンター試験ちょっとチャレンジしてほしいんですがチャレンジしてみると半分くらいしか解けなかったとか得意だったけども6割ちょっとしか解けなかったということもあるかと思います。たただそういった力からこの目標とする 得点率を取っていかないといけないですので、まあ、その今の力で目標とする得点率を取るためにどのように勉強していけばいいのかといったところを確認していきたいと思いますここから少しですね高2生向けの話になりますので高2世はしっかりと聞いていただいて高1生については1年後はこういうことを考えないといけないんだという意識で話を聞いていただければと思いますまず入試対策で最初にやるべきこと それは何なのかというと入試を知ることです志望大や今気になっている大学の入試科目や配点これを調べることが入試に向けた学習計画のスタートになりますこちらは大学別のセンター試験と二次試験の割合を表したグラフです見ていただきますと一番上の東京大と一番下の埼玉大このセンターと二次の配点比率は大きく違うことがわかります このように、配点比率が変わりますと、対策しなければならない勉強も変わってきます。マーク式のセンターを重視するのか、それとも記述式の2次を重視するのか、対策も変わってきます。さらに、その中で、2次試験でどの科目が課されるのかといったことを知っておくこともとても重要です。というのも、2次試験で課される科目というのは、必然的に配点が高くなってきます。 また二次試験はセンター試験より難度の高い問題を記述式で解く力が求められていきますまたですね吹き出しの方には東京外大のセンターと二次の配点比率を載せていますまあ、東京外大はちょっと、えー、極端な例になりますがセンターと二次の配点比率を合わせた得点で見ると英語の割合が半分以上を占めます このように大学学部によってどの科目を重視するのかというのが異なってくるというのが大学入試です入試では合否は総合点で判断されますので配点が高い科目の方が高い科目が得意の方が断然有利です逆に配点が高いのに苦手だったら全力で対策をしなければなりません ぜひです、ね、今、志望大や気になる大学の入試科目や配点を知らないなという人がいたら、ぜひ今日おうちに帰って調べていただきたいと思います。その時にですに、ね、もう一歩踏み込んで調べるならばということで、先ほども説明しました、理科や知歴公民の科目選択のパターンというのも併せて調べておいてほしいと思います。資料には、左側に首都圏の看護計画部のセンター試験理科の入試科目を掲載しています。 でこれらの大学、看護系を志望する人は、併願したいなと思うところだと思います。しかしながら、このセンター資源の理科の選択パターンですね、大学によってバラバラです。例えば、文系の人の選択が多い A パターン、基礎科目2つで受験できるのは、千葉県立保健医療大と首都大学東京ということになりまして、その他の2大学は受験することができません。その他、 右側には文系で地歴公民4体科目が2つ必要な大学といったところで例を挙げておりますが大学によって入試科目の指定状況がバラバラです。ぜひですねこういった理科の科目、地歴公民の科目も合わせて調べてください。あのこれは毎年のことなんですが、ベネッセにも高三になって選択科目失敗したって後悔するあの高三生の声って毎年上がってきます。でその時は。 ちゃんと調べて自分の志望題を満たしていると思って決めているつもりなんですけれども、高三になってやっぱり志望題が変わったとか志望学部が変わるということはあり得るんですね。その時に選択をの幅が狭いあの科目の選び方をしていた場合、思った大学が受験できないというケースがありますので、ぜひあの高一で分離選択や高二生は高三からの科目選択と今マッサージ で選んでいる方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ、志望台はもちろん受験する可能性のある大学も幅広く調べて、えー、見ていただきたいと思います。はい、では、入試科目の話を終わりまして、ここからは、勉強法についての話に移っていきたいと思います。えまず、入試問題はどういう問題なのかということで、左側の円グラフをご覧ください。 センター試験は8割以上が高1・2の範囲から出題をされますしかも100%教科書範囲からの出題となります特に英語・数学・国語こちらについては高1・高2の間に習ったところからほとんど出題をされますので高2生については来月行われるセンター試験の問題英数国であればもうほとんど解けても問題ないといった状況になっています 次に右の円グラフを見てくださいこちらは一般入試も含めた入試問題の出題構成ですこのグラフの半分以上を占めるのが何なのかというと基礎的な問題が6割を占めますそして応用問題が3割つまり基礎問題と応用問題が解けていれば入試問題はほとんど解けるというのが出題構成になっています まあそれぞれどういうレベルなのかと申し上げますとまあ基礎問題というのは数学を例に挙げますと教科書の例題ですとか節末問題このあたりが基礎問題ですねそして小末問題が応用問題のレベルになっていきますしたがって教科書に出されている問題を徹底的に理解すれば入試の問題はほとんど解けるようになってくるということですえただしですね問題なのが 高校で習う学習範囲は広いということです。高校入試と大学入試の学習範囲は大きく異なります。従いまして、授業で習うことをその時ですとか、定期テストの時まで理解しているのではなくて、大学入試本番まで理解をするといったところが非常に重要になってくるわけです。その確実に理解をしていくためには、復習を通して定着をさせていくことが重要だと言われています。 じゃあ、高三になって基礎を固めるために復習をすればいいのかなと思う人もいるかもしれませんが、は降参でやらないといけないいいととけこがありますえ例えば、理科・地歴・公民、この2科目は、高三の11月くらいまで授業が進むという場合がほとんどです。ですので、高三の秋以降は、かなり理科や地歴・公民の対策に時間が取られます。さらに降参の秋以降は 過去問演習や志望代の傾向に応じた対策をしないといけませんこのグラフはセンター試験の過去問何年分解きましたかという質問ですが大体6から10年分はセンター試験の過去問みんな解いていますこういった過去問演習の時間や理科知歴公民の対策の時間といったところを考えながら入試のスケジュールを考えていく必要があるわけですそこで入試から逆算したスケジュールをまとめてみました 大学受験では合格というゴールから逆算して今何をやるのかという見通しを持つことがとても重要だと言われています目の前のことをこなすのではなくて入試から逆算して今自分は何をやるべきなのかといったことを考えるのが大切なわけですこのスケジュールでは大きく2つポイントがあります1つ目は 高三の夏までに基礎を固めるということそしてその基礎を固めるためには一般的には3回程度は復習をした方がいいと言われています1回目が理想的なスケジュールで申しますと高2の3学期2回目が高三の1学期そして高三の夏に仕上げをして3回の復習で基礎を固めるということですぜひ、ね、つ目のポイント 中間目標として高三の夏までに基礎を固めきるそのためには3回程度復習を繰り返すといったところが受験の王道であるといったところを押さえておいてくださいそしてポイントの2つ目先ほども申しましたが高三の秋以降は理科と地歴公民の対策にかなり力をかけなければなりませんじゃあそのために何をやらないといけないのかというと英語数学国語 この3強化の基礎は早めに固めておくということです先ほどのポイント1の話と合わせてになりますが英数国の基礎を高三の夏までに固めることができれば高三秋からの実践演習がとてもスムーズに進められるようになりますこのように入試から逆算したスケジュールで今何をやるべきかぜひ考えてくださいでは次に 資料を移りまして高三の夏までに具体的に何をやるのかという話に移っていきます高三の夏までに基礎を固めて秋から効率よく実践演習を行うための勉強法ですまず一番左にあります高1高2この間に何をやるべきかというと授業の徹底理解ということになります 1> 高1人の間で大切なのは先ほどの説明にもありました入試の中で6割を占める基礎を徹底的に身につけることが重要になってきます授業は入試対策のつもりで入試に使える知識になるように勉強復習をしていっていただきたいと思います高3の夏までにですね復習を3回するといいですよっていう話をしましたがもちろん高1人の時から 1> 高1の時から繰り返し復習をしておくとその復習自体がスムーズに進められるということは間違いありません是非授業の後の復習長期休暇の総復習といったところは非常に重要になってきますので苦手対策苦手を克服するためにも是非取り組んでいっていただきたいと思いますそして次高2世高2世は来月から高2の3学期という期間に入ってきますこのの期間に何をやるのかというと、う 入試にに向けた土台作りになってきますではこの入試の土台というのは一体どういうものなのかといったところをまず説明したいと思います。先ほども言いましたが高1の時は授業を徹底理解してそして授業教科書範囲の知識を徹底的に理解をしていくわけなんですがその知識のパーツというのは入試において重要なものとそうでないものがあります。 ままた入試では入試試でではやすすいい形式というものがありますそれを勉強していくために教科書をまんべんなく勉強するというのはちょっとですね効率が悪い部分もあります。ですのでこの3学期高校2学期の土台づくりの間に授業で勉強したことのうち入試で重要な知識や入試で出題されやすい形式そういった形に絞って 選んで復習をするということが入試の土台作りということになりますその土台ができたら高三の1学期はその土台をベースにその骨組みをベースにさらに知識を積み上げていきますそして高三の夏休みにもう一回復習をしてその知識の中で抜け漏れがないかな自分でも気づかなかった抜け漏れってきっとあるんですそれを調べてそして埋めていくというのが 高の夏休みになりますこのような形で基礎が固まれば高3の秋から実践集がスムーズに進められることができます。親研ゼミを受講している人は高1生であれば実践チャレンジとか長期休暇にお届けする特別号そして高2生は「今得シリーズ」ですとかこのあと1月号からお届けします「エンカレッジ」こういった教材は入試から逆算した。 カリキュラムで作られていますのでぜひこういった教材を活用しながら勉強を進めてください最後にこちらこれからやるべきことのチェックシートをつけていますこの後先輩チューターの発表を聞いたり個別相談を受けてそしてきっと皆さんよし今日から頑張ろうという気持ちになると思いますその時に明日からではなくて 今日から何をやるのかといった時を言ったことを考えるときにぜひですねこのシートを参考にして何から自分はやろうかなといったところを考えていっていただければと思います。はい少し駆け足になりましたが以上で第一部の話を終わりますありがとうございました高山さんありがとうございました。